命があって本当に良かった。海軍の包囲、新兵器投入、黒ひげの乱入。正直言って私も年を取った。今の黒ひげに正面からは勝てやしない。あの状況だから助けられたが、つまり海軍はあの新兵器がお前たち七部会に成り代われると。不思議だった。一人は子供の頃の姉様にそっくりで。さらわれたコビー大佐に関してはロッキーポート事件の英雄、生死不明。